ライムラジオイエーイ、始まったよ、始まりました。はいはいはい、本日、16時35分を回ったところでございます。はいはい、本日もライムラジオ、お相手は、ガクト優雅です。よろしくお願いします。はい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 、また1週間と経ちまして、はいよ、はい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 、まあお相手おなじみのスイートポテト組で、スイートポテト組どうですかこの名前。いやすごくいいと思う。いや可愛くない？可愛い、めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよな。なんかこう2人でやる時とかのこう、ハッシュタグを俺考えようと思って。あ、いいね。あのさ、2人の写真とかを上がってる時にさ、はい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 、ただなんかパッて載せてるだけじゃん、なんかなと思って、なんか一個アクセント入れたいなと思って、なんかあ黄色と紫やから、あさつまいも、あスイートポテトじゃんというね。いやこれいいよね、すごくいいと思う。でもなんかその時はガクチしか思い浮かべへんかったから、こうみんなの面からでこう、はいはい、合わさったらどうなるんだろう、組み合わせね。そうそうそう、どうですか。確かにね、うん、どうだろうね。まあ黄色と紫、食べ物でね、食べ物ね、いいよね、行くとね、可愛い感じはあるよね、うん、でもなんかあれね、渋そうなんやめてね、なんか居酒屋で出てきそうなだからなんか渋めのやめてね、あのスイートポテトとかね、なんか可愛いらしいよ ね、うん、っていうやつにしてね。そうだね、うん、でも黄色って結構何でも、うん、汎用性高いよね、いける気しちゃうよね、うん、ほんまそう。黄色、黄色、黄色、うん、ダーと一緒だったらそれこそ柑橘でね、あ柑橘組、そうダーがオレンジで俺がレモンみたいな、ね、確かにライムなのにねっていう、あ、ほんまや、確かにいいな。そうライムの、それいいじゃないライムのオレンジとレモンってめっちゃ柑橘な感じで、うん、めっちゃいい、酸っぱい2人で、はいはいはい、はい、だから僕いい、ね、紫ってあんま組み合わせがあんま良くないんかな。良くないってこともないけど、うん、いやだからカンタと赤と紫って何がある、赤と紫って難しいよ、ね、難しいね、うん、合わせてなんか見ることそんなないかも、ね、ないね。なんだろう、なんか多分一番相性悪いんやと思うそれは本人同士の話、ね、そう面からね、やっぱあれやねん、相性が、相性が分かんねんって。なるほどね、そうだからガクちゃんとダーはやっぱその組み合わせがいいのがそうやって。あなるほどね、そう結構いいんや、そうかそうか、うん、こカイトさんとガク青黄ですけど、黄色青、黄色青ってなんかあるかな、レモンスカッシュ、レモンスカッシュいいね、シュワシュワだってほら炭酸って言われてたからあ、ここまでがあいつの計算、すごい、あいつの計算なんだ、あいつ頭良すぎだろ。いや良すぎっていうか俺らがなんか思い出したみたいなのもあるけどそうそう、いやだから俺がレモン担当で、うん、そのスカッシュの部分はカイツさんに、そう確かに、で、うん、酸っぱさとアクセントと、確かにレモンスカッシュ組めっちゃいいじゃん、いいね、いいね、確かに確かに、だからほらもうカンタとは全く向かわないですよ僕赤と紫ってむずいね、まあいいの、これちょっとなんかね、なんか欲しいコメントとか、うんうん、ね、ツイートとかでもいいから、うん、なんか赤と紫これどうですかみたいな。でもカンタってほんま真逆人間やから、うん、真逆人間、そのなんか性格とかが結構逆なイメージ、ユウガ君とね、そう確かに、そうカンタが苦手とすることが俺が得意やったりとか、なんか結構逆なイメージがある。いいじゃん、でも補完し合えるっていうか、二人で一つ見てとこない、一番二人になりたくないもん最悪言っちゃってる、いや嫌いとかじゃないですよ、これ勘違いしないでほしいけど、なんか一番こうね二人になると緊張しちゃう、気まずいとかではないんやけど、うんなんかなんでだろうね、分からへん、なんかねダーとか2人とかそれこそここ2人とかやったら全然喋れたりとか、うんうんうん、そうかそうか、うん、なんか黙ってても大丈夫やねんけど、あなんやろな、カンタと2人って なんやろなんか緊張しちゃう、ね、間が怖いみたいなこと、間が怖いわけじゃないけど、でもなくてなんかなんやろな多分、うん、え、なんやろな、え、なんかさ、分かり合いたい2人前回の放送かなんかでやった時にさ、うん、たぶん、ね、うんうん、お互いのこと割と好きみたいなとこちょっとあるから、はい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 、そう、ガクチが言う、カンタさん、そうそうそう、ガクチが言ってくれたけどさ、はい、それあ、そうか、カンタさんと言うわけの、そうそう、はい、そう、お互いが好きみたいなとこちょっとあるからさ、うん、好きっていうかね、こう尊敬し合ってるところが割とあると思うから、俺も、うん、だから逆にそれでか、そう、なんか N 曲と N 曲みたいになってる、同曲になってて、あんまりくっつきにくい感じかも。逆に、まあまあ、N と S みたいなさっき話だったけどね、逆、いや、逆そうね。どっちなんだって話だけど、でも逆な気はするよね。ほら、声の高い低いもそうだし、うん、大きい小さいもそうだし、そう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 、雰囲気とかも全然違うじゃない。そう、キャラクターも全然違うしね。うん
うん、似てるのが身長ぐらいでね。いやそうそこはでかい、そこはね、はいはいはい。まあね、まあメンバーからね、赤と紫で何かねあればあればちょっとね教えてほしいね。なんかハッシュタグねつけたいんでね、うんうん、で例えばカイトさんと僕だったらもうシンプルに青紫組とか、ああはい、はい、うん、もうつけてるのか、もうつけてたりするね、はいはいはい、僕ハッシュタグでつけたりとか、あとアジサイ組とかね、いいね、うん、なんかちょうどちょうど季節かな、うん、ちょうど季節で、ね、なると綺麗なイメージがね、いいね、アジサイ組いいね、うん、逆にカンタとガクは良さそうですけど、赤と、いやもうね、もうパッと思いついたのがもうやっぱオムライス、ケチャップと卵、いやだから食べ物系いいな、え、だからそう、卵の系いいよね、可愛いな、でだから赤キーっていいよね、オムライス組、オムライス組いいですね、お腹減ってきちゃうね、いやだからさ、黄色がさ、ガクの黄色がさ、うん、割とみんなを補完する色やからさ、はいはいはい、はい、そう、レモンスカッシュやとさ、オムライスとかさ、うんうん、全然ガラッと変えれるからさ、うんうん、なんかいいよね、そうだね、うん、だからさ、ここにさ、動物をさ、さらにイメージアニマルを加えるとさ、はいはい、あの、カンタはクマでしょ、クマ、そうだね、うん、僕、ウサギなんすよ、ウサギ、そうだ、捕食側なんですよ、はい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 、カンタがね、カンタが捕食側で、はいはい、そうそうそう、だから相性悪いんですよ、あとことん、だからガクちゃんとダーは、うんうん、ハムスターとガクがハリネズミやから、そうだね、そう、げっ歯類でしょ、どっちも、そうだね、そう、だからいいんすよ、これで、ね、見事なんすよ、すごいね、これ意外と見事なんすよ、すごいわ、そう、これ考えてつけてくれたのかな、いやすごいな、みんなだとしたらね、伏線の回収の仕方がね、いやすごいな、そうかそうか、うん、そこでも相性が、そうそうそう、メンバーのアニマルでも、そう、これ一個言いたかったのが、はいはい、ガクちゃんってツッコミやから、うん、そのツッツクっていう意味でハリネズミなんかなと思って、かなっていうのはちょっと思ったよな、思った思った、俺あれほんますごいと思った、最初見た時なんでハリネズミだ、うんうんうん、と思って、自分がそのハリネズミ似てるって言われたこともないし、そうね、そう、なんでなんだろうなって思ってたら、ちょ最近それをちょっと感じて、おー、なんか俺小動物なイメージが分かんねん、あー、そうね、リスかなと思って初め、はい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 、でもなんでハリネズミなんやろって考えた時に、うん、つっつく、あ、そういうことと思って、ハリネズミの、うん、チュンチュンってあの針の部分が、あー、なるほど、ツッコミっていう意味を表してるんやと思って、うんうん、俺だって最初そのハリネズミ見た時に、ん、俺はめちゃくちゃ失礼なやつなのかなって思ったの、そのトゲトゲしいやつみたいな、その尖ってるこいつは、そう、何を言ってもトゲトゲしい感じで来るみたいな、可愛げがないぞ、そうそうそう、逆だった ね、 なるほどね、もっとちゃんと考えてくれてたっていう、でもさ、ほら他のアニマル見たらカイトさんの犬って超わかるよ、めっちゃわかる、むちゃくちゃわかるよな、むちゃくちゃわかる、もう超犬系マイペースやから、カイトさんって、そう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 、ワンちゃんの、うん、まあ、ワンちゃんにもそらな性格はあるやろまあもちろんね、あるやろうけど、うん、カイトさんはほんま犬よ、雰囲気といい、なんかすごいね、まあまあ前さ、犬のさ、なんか、うん、イベントでほらやってたじゃない、うんうん、っていうのもあってってのもあると思うんだけど、すごい犬だな、うん、ね、わかる、ワンちゃんか、わかる、すごい、何犬って言われるとちょっとわからへん、そこまではちょっとわからんけど、わからんけど、うん、犬やなって感じよね、わ、うん、かる、だからさ、行動とかさ、うん、もうさ、結構ワンちゃんなとこあるやん、あー、そうだね、なんか自分のペースでやってみたいな、うんうんうん、カンタはちなみにクマなんですけど、クマだね、うん、クマ、ね、もうわからんことはない、まあ、わからんことはない、その、ガタイかな、ガタイ、俺たぶんカンタってその、うん、普段寡黙やけど、うん、一撃がでかいというか、あ、俺なんか冬眠、そう、冬眠はしてるけど、はい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 、起きた時のこう力をやばいと、ざっとやる感じが、そうなんかな、すごいよね、マジでそうだ、いや、ほんまそうや、その通りすぎるもんね、うん、確かに、ダーはあれなんですよ、ハムスターなんですよ、ハムスター感あるけどね、でもね、うん、ある、わかる、可愛いもんね、可愛いし、見てる人もみんな思ってると思う、多分それに関してはぴったりだと思ってるよ、多分ハムスターとか俺リスとかその辺、それこそ、分かる、そのイメージ、分かる、分かる、ちっちゃいね、ちょこっとしてる、だってほらもうちょっと天然やからさ、そう、ずっと滑車をこう回してるハムスターみたいにさで、なんかめちゃくちゃ失礼だけど、その滑車を回ってて、そのそれに関して疑問を持ってないってことハムスターってそもそもそういう疑問やから、そうそうそう、あれがなんで回ってるかとか考えずひたすら走り続けてると、それが可愛いところなんだけどね、そうね、確かに確かに、ちなみに僕ウサギなんですよ、僕ウサギ全然ピンときてないですよね、いやでも、うん、あいや、あると思うよ、ほんま、うん、すごいあると思うよ、なんか俺だけめっちゃふわっとしてるいや、あると思うよ、一言で片付けだけ、ウサギ俺めっちゃ詳しいかって言うと詳しくないんだけど、そう、寂しがりでしょ、
俺いや寂しがりかな、出してないと思うけど、うん、そんな気するよ。いや結構寂しがりか。あやっぱそう、寂しんぼ、うん、寂しんぼ寂しんぼ俺。みんなもでも感じてんじゃないかな、なんか多分そうなんだろうなっていう。多分みんな大好きでしょ。だって、まあ、俺結構好きよ。そう、それが出てるから。あそういうのが好きっすね。そうそうそう、そういうのが多分出てるからこそのそのウサギなんじゃないかな。サイズ感全然違うけど。サイズは全然違う。だから俺初め俺見た時にあの外国のさめちゃめちゃでかいウサギのこと言ってるから。たまにおるやん、意味わかんないぐらいでかいやつ。そうそう、何このウサギみたいな。そっちね、そっちかなと思ったんですけどね。でもね、あとはそのなんか X でも言ったことがあるんですけど、なんかあのこう初対面に結構いじられる。そうかそうか。ウサギって結構自然界においては結構標的にされるとか捕食されがちなんやけど、結構初対面でもいじられるな。食われがちか。結構食われる。そうかそうか。いやイメージあるかもな。多分言いやすさはあるんだろうな。うん、キャラ的にね。キャラクターもそうやけど。うん、もうなんかイメージある。その感じ見たことあるかもなんか。うん。ま、あとはウサギみたいに可愛いとこかな。言うてますけども。言うてますけども。おい、そこは、あ、分かる分かるでいいやん。別にそこは、あ、いいねでいいやん。いや、もうみんな言ってるから、多分その画面の向こうでみんながね、可愛いよって言ってくれてる。あ、本当ですか。コメントお待ちしております。まあね、いろんなカップリングとかね、うん、なんか今後もね、なんか、そうそう、ハッシュタグにつけようと思って、ね、他のみんなのね、うん、カップリングとかもし思いついたのがあればね、うん、言っていただければ、ね、欲しい欲しい。カンタさん書いてたの赤青とかね。赤青むずいけどね、ありそうで、なんか今このパッと思い浮かべへん、ね、この感じ。そう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 、とかをなんか思いついたのな。食べ物でも動物でも何でも何でもいい、ね、何でも全然何でもない。レモンスカッシュがあるかぐらいから、ね、何でもいい、何でもいい、何でも OK なんでね、はい、ぜひぜひお待ちしております、うん、はい、はい、あっという間にお時間が近づいてまいりましたが、はい、はい、ではでは今日はこの辺というね、ね、はい、はい、それではまた次回のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。コメント待ってます。